こんにちは、片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日ご紹介するのはこちらの本です。習慣が10割という本です。吉井雅史さんという方の著書になります。今ね、書店さんとか行くと話し方が9割とか聞き方が9割、何々が9割っていう本たくさん出てますけれども、これは10割ですからね。もう習慣が全てだということを訴えている本になります。すごく面白いなと思いますし、私たちがこれから習慣に対してどう考えていくかというヒントがたくさん入っている本でした。そもそも今の自分ができているのは才能や能力の差で、人生が決まってるんじゃないと、習慣でできてるんだよというふうに言われています。ですから、習慣の積み重ねが人生を決めているということは、自分がこうなりたいなと思ったら、そうなるための習慣を後付けででも今からでもつけていくことで、どんどん自分のなりたい姿になっていける、変わっていけるんだということなんですね。才能や能力なんて関係ないよと言ってくださっています。そう思うとね、すごく勇気が湧いてきますよね。もう全然諦めることなんてなくて、いくらでも習慣で自分って変えていけるんだなと思うと、なかなかワクワクしてきますね。で、習慣とは何ぞやということなんですけれども、要は反復なんですよ。何度も何度も繰り返していく行動、何度も何度も繰り返す言葉がどんどん自分の中に刷り込まれていくことで習慣が作られてくるんですね。という意味で言うと、小学校の時に習った九なんかそうですよね。もう本当に毎日毎日何度も何度も繰り返すことで体が覚えてくるまでやりました。これは習慣とは言いませんけれども、同じことですよね。何度も何度も聞かされて、何度も何度も口に出してしたことで、いくつになっても覚えている、習慣づいたということになるんですよね。こういう形で何度も繰り返し、言葉や行動を自分に与えていけば、それは自分の根本になってくるので、何も無理せずとも自分らしい自分がなりたい姿になっていけるということなんです。だからといって、やはりね、習慣づけようと思って意識してもできない、何かを始めようと思っても続けられないということよくありますよね。続けられない、続かないということで、なんで自分は根性がないんだって思ってしまって、落ち込んだりする場合もあります。で、その理由として書かれていることで、2つの欲求について書かれていまして、人には安楽思考と充実思考というこの2つの思考欲求があるんだそうです。で、このうち安楽思考というのは、ちょっとでも楽したい、新しいことに挑戦するのもちょっと嫌だな、面倒だなとかいう、そう楽に流れていく思考、もう1つの充実思考というのが、より自分をスキルアップしていったりとか、達成感を求めていくというこの思考があって、習慣を続けていくためには、この充実思考の方がより大切な要素になってくるんですよね。こうなりたいんだっていう思いが強ければ強いほど習慣化しやすいということなんですよ。だから、習慣っていうと、ただただ反復するだけでももちろん覚えるんだけども、それにプラス思いの深さ、充実感、自分がこうなりたいんだっていう強い思いがあればあるほど、もっと習慣づけっていうのは早く確固たるものとしてつきやすいということを言われています。で、じゃあその思いの深さをどうやってつけていくのか、思いを深めていくにはどうするのかっていうと、自分一人の中で完結させていると、なかなか思いは強くなっていっても点があって、それ以上にはならないですけれども、ここに人を絡ませるんですね。自分がこうやって習慣化づけて、どんどんいいようになっていく、なりたい自分になっていくという姿を喜んでくれるであろう誰かを設定する。誰かのためって思ったら、そこに承認欲求という新しい欲求も加わってくるので、より達成しやすい原動力になってくるということなんですよ。自分一人の力っていうのはたかが知れている。だけど、そこに誰か喜んでくれる人がいるっていうことを自分の中で設定してしまうことで、よりその力を強くすることができるということなんですね。これもなかなか面白いなと思いました。そして、さらにその習慣を強力にするには、脳の力を使うということなんですね。習慣を
強くする脳の働きのことも書かれていまして、習慣には4種類あると言われています。1つ目が受信習慣、受け取る習慣ですね。どうインプットしていくのかという癖のものなんですが、この受信習慣、その次に言語習慣、どういうふうに言語化していくのかということ、それと3つ目が思考習慣、どう考えるか。この思考習慣の中にはさらに2つあって、確信習慣と錯覚習慣。これは確実だと思うものと勘違いさせる、思い込みさせる力。この両方があるんですね。で、さらにそれが思考習慣としては2種類あって、最後4つ目の習慣が行動習慣。どう行動するか。この行動の部分だけを習慣というふうに言いがちなんですけれども、この行動を作るためには、その前段階として受信、言語、思考というのがあるんですよね。ここからちゃんと積み上げていかないと、行動だけなんとかしようと思ってもうまくいかない。ここの段取りを脳の仕組みを使ってしっかりと組み立てていくことで行動習慣が身についていくということなんですよ。その中でも人間の脳っていうのはインプットよりもアウトプットを重く捉える。なので何かの情報をパンと捉えた時に、捉えた時の印象よりもそれを自分の言葉で言い直す、こちらのアウトプットの方を大きく取るので、よりポジティブな言葉で言い直してそれを行動にしていくと良い習慣になっていくということなんですね。で、人の脳というのは基本的にやはり危険を回避したいという思いがあるので、マイナス思考によりやすいものなんですよ。そのままほっとくとマイナスな受け止め方をしてしまうものなんですけれども、そのマイナスな受け止め方をするまで人の脳がイエスを出すのかノーを出すのかというのは、情報を受け取って受信してから理解するまで 0.5 秒なんですって。この 0.5 秒の隙を脳に与えない、受け取ってすぐにプラスの言葉で言い換えるということをしておくと、受信がいくらネガティブなものであっても自分にとってプラスにポジティブに変えることができるということなので、とにかくスピード勝負だから、何か頼まれた時とか嫌だなって思う前に、はいやりますって言っちゃうっていうことをやっていくと、どんどん自分の行動力が上がってきて身についていく、習慣化していくということが言われています。このスピード勝負っていうのは確かにあるなと思うんですよね。何か言われた時にちょっと考えると、考えれば考えるほどに不安が出てくるっていう経験したことないでしょうか。私は結構そう思っちゃうので、なので、反射的にはいっていうように心がけたりとかはしています。で、返事してからちょっとゆっくり考えてみようっていうふうに思ったりもするんですけども、だけどまずはポジティブに受け止める、反射的にプラスの考え方に持っていくように、自分でここも調整することができますから、そうやって考え方をまずはポジティブに、まずは自分で習慣づけられるようにしていくということが面白いなと思いました。この本ね、こういう理論的なことだけじゃなくて、具体的にどうすれば習慣化できるのか、何も続かなくて困っている人にはこういうことから始めていくといいよということが実に具体的に細かく書かれています。これならできるなって思えるぐらい簡単なこと書いてくださっていますので、そしてその習慣が自分を変えていく、自分をより生きやすい状態に持っていてくれるんだと思うのならば、それがね、可能性として10割あるということなのですから、ぜひね、この本読んでみて、より自分らしく、自分を楽になりたい方向に、行きたい方向に導いてもらうヒントになるかと思います。ぜひ読んでみてください。とても面白い本でした。ということで、今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いします。あとコメント欄にご意見、ご感想、ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。